あ、かわいいや。聞いた方がいいで。この青森の飲み比べセットと島の和み敵ジャツ、これ買おうと思います。ただ僕の顔も撮っていいですよ。マジすか。あれちょっと有名人なんです。ほんますか。いや嘘です信じた信じてもた株みたいな感じで。うーん、これがこれ女村。女村ちょっとツルツル滑る感じなんです。とろみがあるタイプ。ああいう。どう、うん、あ全然ちゃう。全然ちゃう。マジで。どうだ。モズク。え？モズクや。モズク？あ、モズクや。はい、晩ご飯は沖縄ライブが聴けるお店に食べに行きました。いやー、暑かったね。はい、乾杯。はい、お疲れ様です。昨日もな、食べたけど。昨日も食べたけどな、梅ぶどう。やっぱり美味しい。どこが美味しいですか。全部。なんかすぐなくなりそうやね、これは。なあ。はい、2杯目は泡盛です。ソーダ割りです。こうやってやるべきとかも。ああ、うまっ。青森めちゃめちゃうまいな。今見ると。すごい弾力。うん、めちゃめちゃうまい。うん。もうマスモン食べるっちゅうつか。せこいな。どう。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。さあ、晩ご飯ね、終わって国際通り出ましたけど、まだやってんね、お店ね。まだまだ賑やかやね。おはようございます。沖縄旅行3日目の朝でございます。ただいま朝の5時16分。今日はですね、朝一の飛行機で大阪に戻りたいと思います。はい、まだね寝てますね。もうでもあと10分ぐらいしか出ますけどね。おたちゃん、朝やで。おたちゃん、ある。さあ、そろそろ5時半になるので行きましょうかね。タクシーがもう迎えに来るらしいので。はい、ちょっとお部屋の案内全然できんかったよね。こんな感じのお部屋でございました。結構広いね。ベッド3台やったしね。ありがとうございました。楽しかったです。さあ、行きましょう。あ、なるほど。はい、ちょっとトンネルからね、空港の方に入ることもできますけど。あ、なるほど。あれは、僕が58号から行くとね、うん、ドイツのね、はい、はい、ありがとうございました。はい、すいません、失礼します。あ、うん、
こっちか。よし、来た、来た。一番乗りやな。なあ。皆様、関西国際空港で帰ってきましたよ。よし。